ご乗車ありがとうございます。これから車内設備についてご案内いたします。この車は突然助手席の方、後ろの方に常にシートベルトをご着用ください。やめそうな時は衝撃に備えます。可能な限り足元の透けているスペースの収納を願います。車内ではお静かにしないでください。ただし、ある程度、お休みの方へのご配慮をお願いしたいです。車内にフリー Wi-Fi サービスを搭載していますのでご利用ください。トイレの設備、あるわけないじゃないですか。サービスエリアはご利用ください。緊急用トイレはあります。お船の点がおかしい。どちらでも早い。やめろ。リクライニングをどうぞ。これさ、今日さ、朝起きて眠ーと思ってさ、絶対開いてこれが感じてさ。皆さんこんにちは。改めましてご視聴ありがとうございます。車が次の休憩に入るまでしばらくの間、今回の企画概要を説明させていただきます。今年も来ました、夏みそぎ。来たのはいいんですけど、なんで去年より1体増えてるんですか。数が多すぎるので個人戦は断念。6人で9人の水着入手を目指します。というわけで、まずは前哨戦などで入手した水着にハンコを押していきましょう。まず私がこの子とこの子とさらにこの子、そしてサビ端末で引いてたこの子とこの子、元住氏がこの子でプレイ氏はこの子。人のこと言えないけど旅行前に引きすぎでは。まあこんなことは気にせず推しを狙っていきましょうねってことですけども、そんなこと言っているうちに、すげえな、こんな感じになってんだ。広、すごくでかい。このとこで休憩すると思わなかったな。次は浜松サービスエリアまで止まります。今でも思うんだけど、この敷地をどうやって作ったんだろう。この映像致命的な問題があって、話題の資格すぎて寝れない。これやっぱ押したいよな。これ最初エイダンプだなと思ったんですよ。あ、助かる、こういうの。あー、いいよ、戻れる、これ。はい、本当にお疲れ様でした。いやお疲れ様でした。いいね、浜松サービスエリアでございます。いやちょっとつけよう。開けた方法間違い。もうちょい、なんか、なんか後ろから聞こえる。音がいい。デジカン特有のあのホロホロって感じの。車来てませんね。大丈夫ですか。あ、めっちゃ来た。いや、ことはない、これ。どこが来た。どこが好きな車ほどエネキー。あ、キララ。お間違いでは。うわー、来ちゃった。佐藤さんの AD トラックというわけで大阪入りました。そんなに来なかった。ここでお知らせいきます。ヤバイデイリーが最高確率です。あ、そうだね。え、トタクスね。はい、ました。ミクスコ西日本。うわ、青だよ。うわ、青だ。倒れた。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱりすげえわ。全然映んねえ。はい、対戦お願いします。じゃあ行きます。せーの。アズニャ。待ってな。あ、4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 、
あ、弓、弓根じゃねえや。お、ここの二人重い。重い。そうじゃ。めっちゃ重い。めっちゃ重い。ああ。ごめん。ティータイム。お、素敵な響き。よいしょ。シッツ。あ、早い。うわあ。早い。ご報告いたします。ゆいちゃんの水着を手に入れたことでティムさんがくるみを引き当てる限り9人全員の水着が今ここのグループで揃うことになりました。なんでだろう。おお、あーあー、初めて初めて初めて、よく出るね。カキクレアのぴょんぴょんまで。はい、クレアぴょんぴょん、クレ、クレ、クレーペのぴょんぴょん。あば、え、アルケミスト。次、はい、はい、せーの。あべ、カプチャしてね。せーの。重いなぁ、ほんと毎回重い。泣く。来るんじゃね。重い、アルケミスト。アルケミストじゃねえかよ。いや、3じゃねえかよ。重い。え、待って、重いんだけど。ナイト。4ですね。猪熊陽子。ちょっと待って、出てこねえ。あー、戦士。呼んだ、誰誰、まさか。あお、お、あ、アリスだ。アリスに噛む。で、こっちはコメ。出てきた、面白いけどな。
全員不発こればかりはしゃあない。は？誰？野田美希作隊長。え、なんでそっち？あ、教授。お？あ、四番。なんで？なんで？チア。ノノ。チアノノ。チオモモみたいだ。あ、なんで？アルキミスト戦士ルッキーにコンちゃん。やべ、録画。はい、早い。なんか読み込みが超遅い。お？なんで？あ、なんで？なんで？やったじゃん。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。グレーテ逃亡。ごめんなさい。グレーテ逃亡。申し訳ありません。本日2回目のゆうちゃんです。あの、チノと交換するからちょうだい。おう。わ？わ？クレアにほのか。めぐねえ。ダメだ。ハモっててつぼるんだけど。またヤスナス。ヤスナス。阪急の店行きますもん。阪急の店今も。呼んじゃん。こうちゃん。誰？だ誰？美穂。せーの。あば。あ、もう終わりやんけ。せーの。やったー。ナイト。うん。お。お。これはひょっとするかもです。さあ願い。さあさあさあ願うんだ。おお。来ました。乾杯をするブレムが出る。すげえ乾杯すげえ。カンパン一つ口加えただけで出ましたからね。おめでとうございます。おめでとうございます。おー、なんで？あ、なんで？なんで？働く皆さん。待って、おい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 、マジでか。あ、そっち？そっち？そっち？あ、そっち？あ、そっち？あ、そっち？え？あ、そっち？これこれこれ。え？え？あ、こっち？こっちじゃなくて、こっち？え？嘘？こっちじゃなくて、こっち？こっち？そっち？ダメですね、おわ。おわ。誰？テルさん、ここは神奈川県ではありません。お、僧侶。お？え？え？すげえ！すげえ。誰？ともかね。お？お？どうでしょう。誰？嘘でしょ。あの、溝に落ちてる。オッケー、行きます。せーの。怖い。魔法使い。ナイト。誰？誰？戦士。え、誰誰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 ナイトメア。え、ヒフミン。なるなる。あー、ネオノ。来てくれただけで嬉しい。そうだし、左側から順に
左側が順、左側順に、なる、はるにゃん、メリー、ゆうこ、ひふみん。ほう、そうですか。おー。なんだこれ。あれ？カエル戦士のネネだよ。帰るなよ、だから。カエル戦士。帰るな。メンタルを削っていく際やめてごめんなさい。ちょっと。早っ。え、待って、本当にどっちしよう。あなたほとんど言ってるじゃない。ルンと三択、モミジとツバメ、ツーちゃん、ツーバメと小羽何が持ってないんですよ。小羽サブでしか持ってない。問題はこの2、この2択なんだよ。なるほど。この2択どっちがいいかなって思って。もみじじゃなくてツバメの方が。じゃあツバメ。性格悪い。でももみじの方がでかいので。違います。コンズか小夢。コンズか。ね、どうしようかな。暴力的なおすすめですか。暴力的なおすすめ。能力的な、能力値的な話をするのはご中佐がおすすめだったりする。メリー同じ属性なわけじゃん。だからまだちょっと当たらないかな。ミオがいるし。はじゃあさ、推しって話するんだったらワオもそうなる。もう覚醒古格してるでしょ。古格済み。せーの。もう綺麗にハマった。やったやった。でもここでバラバラになるかな。一度戦士の方使い。すげえ。すげえ。いやー、もうやばい。これは感動。やったー。やばい。やったー。ホタルちゃんでしかリソースを避けなかったので、これはこれも大変長らくお待たせいたしました。これはもう本当に嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ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 白菜お豆腐。あくもり。あいつ。うわいや、これは本当に。赤外線通信。対戦よろしくお願いします。iOS と iPad。 iOS と iPad だね。iOS と iPad。 やめて。誰。誰。ちなみに。やばい。え、これマイカちゃん、これマイカちゃん、これマイカちゃん、工場のマイカちゃん、これ。ほらー。顧客が本当に必要だったもの。これは。わあ。うわあ。お。待って。よっしゃ。よっしゃ。落ち着いて。長いっていうかクレアのボイスがめちゃくちゃ長い。よし。おめでとうございます。おめでとうございます。マジかよ。やった。嬉しい。繊維喪失。繊維喪失。おはようございます。待って、ベタシまで起きてるのはオシカオランの朝食もうすぐ終わるが、おはようございます。起きてますか。寝てたー。ご飯。どうしようか。Hello, hello, hello.
えて高速道路突入しちゃいましたわ。おい、マジか。おい、マジか。おい、マジか。嘘やで。中で目をつむってた。日々は過ぎて。高性成長だからマックスの可能性、これでレックスだったらな。さあ何が来る、何でもいいや、その際。おこれってまさかグリームーバーマックスだ。IGBT 社が語りかけている。やっと会えましたね、お兄ちゃん。はい、なんか緑の。ご乗車お疲れ様でした。必ず貸しサービスを出口でした。おい、モニー、傘出せ。現地調達したいですな。もう僕は本気だから。ちっちゃい。いやー、見切れてる。ちっちゃい。でけえ。ちっちゃい。拡大しないとマックフル覚醒になってるの見えねえなこれ。20日から23日まで本当にお疲れ様でした。いろいろありましたけど、魔法使いこと犬山葵や。嘘やで。まあでも魔法使いなのは嘘やないで。ほんまやって。夏が起こす魔法見逃したらあかんで。皆さんと海に行きたいので水着を用意しました。それと日焼けで肌が赤くなってしまうので猫さんパーカーも買ったんですよ。にゃーって。楽しみですね。萌えたカオル子です。あ、ナイトです。みんなといるから海も怖くないです。それに水着の女の子たちを守るためなら、あ、私だってやってみせます。
なんだよ、私だって水着くらい着るよ。それよりこのサングラスかっこいいだろ。あとはシャベルも忘れずに用意して、いや、せっかくの海だし、ここは森にするか。海ですよ、海。白い砂浜、青い空、そして何よりクリエメイトの皆様の水着。私の水着姿なんてどうでもいいんです。早く行きましょう、夏は待ってくれませんよ。泳ぐのは苦手ですが頑張ります。何かあったらティッピーが身代わりになります。むしろあんまり水着を着る機会がなくて、似合ってるかわからないんですが、どうですか。夏、夏といえば海。いつもは麦ちゃんの別荘で合宿するんだけど、たまには違うところに遊びに行くのも楽しいよね。よし、早速泳ぎに行こう。見てください、私の水のダンス。こうすればかっこよく水を操れるんですよ。どうです、ヒーローっぽくありませんか。よさこいに取り入れればきっとかっこいいです。カエル戦士のネネだよ、ゲコゲコ。なんちゃって、サメグッズも好きなんだけど、こういうのも気に入ってるんだ。さすがに舌は伸びないよ。